皆さん、こんこにちは。えー、全国8000件のキリスト教会に DM を一括配送するサービスをしています、箱舟便事務局の上原と申しします。よろしくお願いします。 今回は私の、えー、神のビジョンを授業にというタイトルで、えー、一部は、えー、神から離れた授業展開そして二部は、えー、神に与えられたビジョンというタイトルでお話をさせていただこうと思いますよろしくお願いしますまずはじめに私の生い立ちを少しお話しさせてもらいます私は、えー、父と母そして姉と妹の5人家族で そしてクリスチャンホームの中で育ちました父は会社員そして母は、えー、主婦という一般的な家庭で育ったわけです、えー、教会はですね、えー、東京都八王子市にある自宅から、えー、東京都の杉並区にある教会まで片道だいたい1時間ぐらいの教会に毎週、えー、家族揃って教会に行っていました朝7時に家をだいたい出て夕方夕配が終わっての 夜8時ぐらいに家に着くという毎週の生活でした私の父はですね強い、えー、怖いお父さんそういったイメージの父でした父は、えー、剣道家でもあり現在剣道7段になるんですけれども腕っぷしがとても強くて力の加減ができない人というふうに家族の中ではいつも言われていますまた。 野球も好きでですね小さい頃からよくキャッチボールをしてくれる父でもあったんですけれども父は自分がピッチャーをしたいので息子の僕にはキャッチャーミットをプレゼントするというような自分勝手な父でもありましたそしてそのような父は、えー、僕の同級生からもとても怖がられている存在でもありましたある小学校の頃に、えー、学校の友達たちとみんなで野球をしてるんですけれども、えー、門限をですね 確かその時5時半までに帰らなきゃいけなかったんですけれども門限を破って6時半ぐらいまで野球をやっている時にですねもう薄暗くなっていたグランドに車がすっと来てですね、えー、ライトをこうグランドに向けてライトをバッとこうアップライトにして、えー、バタンとこうドアを閉めて父はですねこう木刀を持って剣道家ですので、木刀を持ってこうグランドに来たわけですね。 で、ライトをこう、アップライトにしたところを、こう、車を背中にしながら、グランドにこう、のっそのっそ歩いてきて、そこに幽閉はいるかというようなですね。そういうような怒鳴り声を上げながら、グランドに来たことを覚えています。グランド側にいる僕らにとっては、ライトがバーッとこう光ってですね、そのライトの向こう背中に、黒い体格のいいおじさんがですね、怒鳴ってですね、僕とこう思って歩いてくるっていうので、友達たちはみんなこう怖いお父さんで。 すごく幽閉がいるとあのお父さんが来るから幽閉早く帰ってくれっていうようなですねそのような環境で育ちましたまあその力っていう部分で言うとですね、えー、子どもたちが悪いことをすると父はしつけで叩くこともしましたそれは、えー、ある年からは、えー、ある程度の年齢になるとビンタでですね張り手をされるわけなんですけれどもまあその張り手の力加減もですね 加減ができない父はですね、力強く叩くわけです3人でえ兄弟で怒られると順番に並ばされて先に叩かれるものが例えば妹だったりするとバーンと叩くと妹がボーンとこう吹っ飛ぶわけなんですね順番を待ってるまあ僕らにしてみればもう次あれが来るのかって時々いつも怖がっていたのをよく覚えていますまた中学校にまで私は剣道を一緒にや,、えー、やらされてたわけなんですけれども えー、父とですね稽古をつけ剣道の稽古をつけられると、えー、私の体にですねこうあの剣道の竹刀の跡があざとしていっぱい残って家に帰ってくるわけなんですけれども、えー、母からはその剣道の跡の、えー、を見るといつも「お父さんは下手だから息子にあざができるのよ」って力いっぱい振って「本当にうまい人は寸止めするんでしょ」ってこういつも父あの注意されているのをダメ出しされているような父でした。 父はです、ねえー、それでも剣道をずっと続けるんですけど僕は剣道をやめてしまってですね、えー、高校生になると、えー、剣道をしてない僕に父は「悠平君お小遣いあげるからちょっと商談試験が近いから一緒に稽古をしてくれないか」ってこう言ってくるようなですねあの千円をこう持ってきてですね剣道を僕にしてもらうなんていう立場が少し逆転した時代もあったことをこのちょっと準備をしている中で思い出しましたね。 そんな、えー、恐ろしい父の影響もあってか、えー、僕の,おその、えー、小学校から中学校に上がる時なんかは特にですけれども、あのー、その八王子市でもちょっとすごく悪い、えー、不良の中学校だったんですねそこの中学校にみんなこう同級生たちがこうどんどんぐれていくわけなんですけれども、あのー、その怖い父の影響もあってか僕にこうそういうことを誘ってくるあの友達っていうのがあ自然と あの少なかったもしくはなかったなっていうふうに思います次に母のことを少し紹介したいんですけれども母はその逆で非常に穏やかな母です母はいつも穏やかにしていてまた、えー、とても手が器用な方で何でも手作りで作ってくれる母でした、えー、マフラーを編んでくれたりセーターを編んでくれたりまた手袋やニット帽そしてカバンやリュックサック 布団カバーとか、えー、また刺繍などいろいろなものをこう手作りでこうしてくれるわけなんですねただ、えー、その頃の子供にとっての思いとしては友達と同じものがいいとか、あのー、お店で売ってるものがいいなんていうふうによく思ったことを覚えていますまた母は、えー、穏やかで優しい反面厳格な母でもありました。 えー、お手伝い、当番制そういった、えー、制度がです、ね、我が家には敷かれておりまして、えー、食,食事当番、片付け当番また洗濯当番やお風呂当番などそういった当番をです、ね、3人の兄弟うだで、えー、当番制で交代制で、えー、させられていました。そののの中でも食食事当番っていうのは、えー、家族みんなの夕食を作る 作る段階での、えー、と手伝いをする当番でだいたい作り始めるのが4時半ぐらいからなので4時半までには家に帰らなければいけないそういう週の時もあるわけなんですねで友達と遊んでて今日俺食事当番だから先に帰るねっていうようなそんなあ、えー、環境でした母は一緒に食事を作らせてまあ食事を作ることも覚えさせる皮を剥きなさい洗いなさい、えー、混ぜなさい あげななささい、になさい、そんなような、えー、ことを、えー、母は私に教育してくれましたまた母はとても信念が強くて一度決めたら曲げない、えー、ずっと続ける、えー、そういった母でありまして、えー、例えばですね小学生の頃はあのー、家に誕生日会っていうのをですね 今でもそういうことをしている子はいると思うんですけどその当時もありまして自分の同級生をですね家に招くわけなんですけれども、えー、母はですねその誕生日会を同級生が来るとですね、えー、みんなの前で「勇兵という名前は聖書のここからつけました」とかですねそういったこうあのショートメッセージを母は必ずするわけなんですね。まあ、僕とととししてはですねそれがちょっと恥ずかかいというか あのー、やめててくれよって思うわけなんですねしかもその最初1回目2回目ってこう続けていくわけなんですけど友達ってそんなに入れ替わるわけじゃないんです毎年同じような友達が来てるのに毎回母は同じくだりをもうそれ去年聞いたよっていう話をですね必ずするわけなんですねもうやめてくれよっていうのがですね何年も何年も続いたのをよく覚えています。またた中学学校校に入っって私はは行 あのお弁当だったんですけれども中高とお弁当を持っていくののお弁当は自分で作りなさいっていうふうに母は、えー、指導しました怠け者の僕は、えー、朝早く起きて弁当を作ることはできなかったので夕食を食べ終わった後弁当を作るっていうような生活で、えー、夕食の残り物を中心としたお弁当を作ってましたけれども、まあ、そういったお弁当作りなどの経験も母は小さい頃から私にさせていました。 穏やかな母が、えー、実は厳格な母であり父を母はコントロールして叱る担当を父にすることで父を恐れる部分をうまくです、ね、コントロールして、えー、家をうまく支配していたそんなようなイメージの母です、えー、父と母の信仰継承としては礼拝厳守、えー、一つエピソードとしては えー、運動会はいつもその当時日曜日だったんですけれども日曜日、えー、運動会に行く時は、えー、と礼拝にに出てから運動会に行きなと、ねまあ、子どもとしてはあのー、最初から行きたいとかその当時少し思ったんですけれども、まあ、母がそういう指導をしますのでそれによくちゃんと従っていました。えー父えー CS、に、えー 出ててから礼礼拝拝にに行行くわわけけですすれどもその礼拝が終わって子供は先に運動会行きます父と母は大人の礼拝に出てからなので後から遅れてくるわけなんですけれどもお弁当の時間とかに父と母がまだ来てないとかっていうこともよくあったと確か思います。また母の口癖に、えー「イエス様だったらどうすると思う」っていうですねあの 皆さんにもよく聞くような言葉だと思うんですけれどもその何かにつけてですねそれってイエス様が本当にすることかなとかそれってイエス様だったら本当にそうすると思うっていうようなことを常に言うわけですねまた言い返したりいろいろ何か悪いことを繰り返していると見言葉を必ず突きつけてくる聖書にこう書いてあるでしょうとかあなたはこの聖書箇所聞いたことがないといったようなことを母はえーよく私に 教えました、えーまあ、そんな環境の中で、えー、私が信仰告白することは特に問題なく、えー、速やかに信じることができたというかむしろイエス・キリストが自分の救い主だっていうことに疑いを持たずに17歳で信仰告白をしますそして、えー、同級生のクリスチャンとか同世代のクリスチャンがですね、まあ、高校卒業の時とかは進学校に行くこと ことかが出てくるわけなんですけれどもまあそんな中自分もどうしようかななんて思ったりしていましたただその新学校に行くというのは神様から明確な名刺を受けなければ進むべきではない自分は何をするべきなのかっていうのをわからないままでいたので僕は新学校に行くことも選ばず、えー、とりあえず大学進学に行くというそのような、えー、何の動機もない進学をしていきます この進学が、えー、自分にとって、えー、宝,刀の宝刀生活の時代の幕開けとなっていくわけなんです。大学進学とともに私は親元を離れて一人暮らし、寮生活を始めます。そして、えー、親元を離れると今まで口うるさかった母、そして恐ろしい父が遠くにいるのでまあ羽を伸ばすわけなんです。お酒やタバコ、麻雀。 堕落の生活が毎日毎日続いた大学生活でしたお父さんお母さんごめんなさい、えー、そしてそのまま、えー、就職もしていきます特に神様に示された就職先があるわけでもない中で、えー、広告代理店に私は就職をしていくわけです JR 系の広告代理店は電車の中の広告中吊り広告とか、えー、また駅のホームとか にある看板、そしてあのフロアにある広告とか垂れ幕とか、そういった広告をメインに扱っている広告代理店でした。最初の部署はですね、そういったものを制作する技術系の部署で、パソコンなどをメインに使う部署でした。ともかく仕事が山のようにある部署で、家に帰れるのは週に二三回。いつも毎日が終電に乗れるかなっていうことを。 気ににししなながら今日日もダメかなんてていいうふうふですね仕事を毎日していました、えー、そんな、えー、っと仕事をしながらで、まあ、自分はその大学卒業まで特にパソコンの勉強も何もしなかったんですけれどもその部署で働いている間に特にそういった泊まりとかになるとですねあのデザイン室に行ってデザインのソフトを先輩に触らせてもらったり。 あのするようなことを積極的にしていてです、ね、そういうのをあのこう先輩に教わることがすごく楽しかったのを覚えてます。また、えー、取り付けとか脚立に登って看板を取り付ける作業とかそういったものをするところには一緒にです、ね、行かせてもらって夜間の作業を脚立を一緒に登って仕事をするとかそういったこともその当時経験してすごく自分にとってはいい勉強になったなっていう時期でもあります。 えー、ただその技術職の部署にいるとなんせ帰るのは遅くまた帰れない日が多いそういう環境がすごく嫌で自分でも何とか変えたいと思ってですね会社に営業職に変わる願いを出していきます。100人前後の会社なんですけれどもまあ半分ぐらいいが営業職という 営業,営業あっての会社だっていうようなです、ね、会社の中で営業に行きたいっていうようなというのはちょっと何、えー、とも言いづらいところでもあったんですけれども、まあ、そのプレッシャーも受け入れながら営業職に入っていきます。対して営業成績もも特別良かったわけでもありませんそして社内の人たちと競争をさせられるような営業生活がすごく僕にとっては嫌いでした。 とてもつらい時期でしたまたそんなつらい時期に、えー、その会社に、えー、社長の息子がですね入社してくるっていうことが起きました、えー、尊敬している自分の上司よりもその人は上の「まる部長」みたいな名称をその人は持つわけなんですねあもうこの会社のために自分はすることはないなってその時思ったきっかけになっていきます。 そして私は自分で会社をしてみようかなっていうふうに考え始めるきっかけになっていったんですこれは自分でっていうところはですね先ほどお話しした母の手作り精神がですね自分の中にもこう根付いてるななんていうふうに今では思いますそして会社を自分で作っていってみます2001年の4月に有限会社トップススペースを設立ししていきました。最初はですね 何を基準に決めていく進めていこうかとかそういったものが一切ない中で進めてしまったので、えー、まあとんでもない会社を作っていったなと今自分では反省しているところなんですけれどもまずゼロからのスタート横のつながりを作らずに独立して始めたものですから、えー、売り上げになるものが全くないので営業営業と飛び込み営業をしていくテレアポをするそういった毎日をともかく必死にやりました。 そして少し取引ができるようになったお客さんとはお酒の席に呼ばれれば積極的にそこに参加をして一緒にお酒を飲んで気に入っていただいてもっと仕事をくださいって自分を営業として売り込んでいくようなそういった営業の仕方でしたそしてそれで営業を伸ばしていく。また お酒の席それもお酒の席でしたけれども取引先のお客さんのチェーン展開している店舗を自分にも1つ1店舗フランチャイズ店を経営させてもらう話をそこで1ついただくとかそして売り上げをさらに伸ばすんだ会社を拡大しよう事業をまた増やしていこうそういったような判断もしていきますディスカウント利用室というのを最初に始めました大人挑発1800円 シルバー挑発1,600円といったようなです、ね、事業形態なんですけれども、まあ、本当にその店舗で、えー、フランチャイズ店でまず売り上げを作るためにって言ってですね夜中あのし、えー、チラシを近所のポスティングをしに行ったり朝早く起きて駅前でティッシュ配りを毎日毎日したりしてですねその店舗で タイにいい売上を作るんだとかですねそんなこともやったた時期でももありましたともかく、えー、事業の拡大優先売り上げ優先年商1億円が超えたじゃあ次は2億だそんなようなやり方で、えー、そしてディスカウント利用室の次にラーメン店も出していきます、えー、そのディスカウント利用室の社長と一緒にお金を出してお店を出したりもしていったわけですけれども人と人とのつながりを大切にして そのつながりをこう,うまく活用してまたその人に気に入られて人の信頼を得てとかそういった自分の工夫自分の力でまた自分の努力で事業を大きくしていくそして事業を大きくしてからその、えー、と自分は献金でとかそういった形で教会に貢献できればいいというようなあの考えで事業をともかく拡大していってたわけなんです。で次にですね、えー ここで一つ神様からら大ききな、えー、サインが送られてきましたそれはまず、えー、私は交通事故を起こしてしてままいます当時お酒の席いわゆる飲みニケーションをともかく仕事の一つの大事なルーティンとしてたのでまあ毎日のようにお酒を飲んでいたわけなんですけれどもその移動の際に車で私は移動をしていました。酔っ払っていないなから 運転しても大丈夫そのような感覚で毎日運転を、えー、とその時に車を運転してしまうようなことが繰り返されていたんですけれどもある日人と人とのつながりの中で自分はクリスチャンですからっていうことを言ってればそれで十分とかまあお金を稼いだら献金で貢献すればそれでよし。 いう考えのもとやってたんですけれども。実際にしていることは犯罪まで犯しているっていうことに。自分は気づくわけです。とんでもない。クリスチャンのくの字も。語れたもんじゃない。とてつもない罪悪感に、えー。本当に押しつぶされそうになりました。ともかく悔い改めが迫られました。家族からは詩篇五十一篇を。繰り返し読むように勧められ。えー、詩篇五十一篇を毎日のように繰り返す。 そのような日々を繰り返していました。そして自分のこの霊的な状態っていうのは、その自分が今置かれているその悪い環境のせいだ。この環境のせいで自分はあの霊的な状態もすごく良くない悪い状態なんだって気づくわけなんですね。そしてこのお酒の付き合いっていうものを何とか立っていこう。 自分は飲酒運転で事故を起こしてしてまった。もうお酒は飲みませんっていうふうにもう極端にきっぱり判断をしたわけです。それでも一応仕事の関係はありますから、そういうい席には呼ばれます。そこでウーロン茶を飲むとかジュースを飲むとかそうしていると、えー、今まであれだけ飲んでたお前がつまらない男になったなとか付き合いの悪いやつになったなっていうふうにまあ言われるわけですね。 まあその悪い環境から抜け出すっていうことはなかなか難しいことでした。精神的な苦痛はとてもひどいもので、自分にはどん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 苦しみがたまっていきます。ある日のゴルフ場の付き合いで、ゴルフ場でゴルフをしているところで体調を崩してですね、えー、救急診療に私は行くことになります、えー。いろいろな体の検査をして、体には特に異常はないですよ。で、精神的な部分でしょう。 ううつ病ですという診断が私に下されましたしかも自分は全く外に出れないようなひどい症状になってしまい人に会うのも人と話すこともすごくできない状態が1ヶ月間外にに出れなないいほどの状態になってしまいましままたその頃妻と子どもたちは、えー、実家に行かなければならない離れて生活するというのが約2週間ぐらい、えー、強いられるようなことにもなってしまいます。 ただですねこの病気これがともかく付き合いを断る口実になった相手の方も私を誘いにくいような条件になったわけなんです。事故と病気が自分にとっては神様が用意した私を悪いところから脱出させる脱出の道だったんですね。 そううういいいった環境から脱出していこうというふうに、神様は病気を通してしていってくれたわけですけれどもただ自分の根本的な部分では事業はなんとか続けていかなければいけないもしくは成長させていこうという考えは頭にあります。共同出資のようなやり方ではなく人間関係でやっていくのではなく独自にお店を作っていけばいいそのような考えでラーメン店の2号店を出したりスポーツジムを出したりとしてみました。 ところがどれも大した利益も上がらずに成果がなかなかうまく上がりませんえそこでラーメン店の3号店を計画を立てていきますちょっと大きなお店を作ってみようまずえお店を出す前に人を育ててからお店を出そうそのために既存の2店舗の中にたくさん人を雇用して人をまず先に育てようそして育った人を3号店に出すときに一気に することでロケットスタートだというようなですね計画なわけなんです。また立地もですねいい場所に人がたくさんいるような場所に建てて、えー、それもロケットスタートだ。いい売り上げ、大きな売り上げが最初から見込めるところに出そうという計画なわけです。そのためには大きな出資が必要になりますから、自分の会社で借り入れられる限度額をですね目一杯借りてお店を建てようという計画になっていきます。 探している店舗を探している間にいのの店舗の話が見つかります。高い条件でししした。た。厳しい条件でしたでも先ほど言ったように、えー、既存のお店に人を雇って、えー、準備をしている関係もあって経営状態は非常によくない早く出店したいという状態になってしまっていたのでその高い条件厳しい条件でも飛びつくようにです、ね、出店をしてしまったんですね。 そしてオープンしてみると3号店はなんと赤字がずっと続くようなお店になってしまいました計計画画は全く計画通りにいいってないんです。もともと苦しい資金繰りがさらに赤字っていうマイナスがきますから資金繰りがもう麻痺をしてしまいオープン後6か月でお店を閉めることになってしまいます負債が残り 6か月間の赤字分もどんと残って、えー、オープン前から無理をしていた資金繰りがさらにおち,ちをかけられていきます、えー、さらにですね、えー、お店を出る際に、えー、その3店舗目のお店を出る際に原、えー、状回復という条件面で大家、えー、さんとトラブルになってしまうんですね。 現状回復というのは居抜きで入ったままの状態に戻すことだというふうに言われてしまい例えば前のお店の状態の色に直せとか、えー、そういったもろもろのお話が大家さんからドッときて 1, 万円の改装費がかかりまますよいいう請求を受けてし負ま債ま赤字の負債そして資金繰りがもう,もう麻痺している状態で1700万円の請求を受ける。 その銀行にももう限度額の借り入れをしている状態もう会社はついにに倒産を目の前に迎えますともかくその大家さんとの交渉がまず第一にしなければいけないことだったのでまずその3号店の内装工事をしてくれた会社の社長さんが同級生で弁護士がいるよということで紹介してくれてですね都内の弁護士事務所に30分5,000円の相談料を払って相談に行ってきました。 えー、これこれここの条件で今、えー、大家さんから1700万円の請求を受けてるんですよって相談をしに行くわけですねでその立派な事務所で綺麗な事務所だったんですけれどもそこにこう2人の弁護士先生が出てきてその相談をしてくれるわけなんですけどその弁護士先生がですね、まあ、もろもろ全部話を聞いて「まあ、上原さんこれは厳しいですよと」と、えー、裁判になったら相手方はどん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 長引かせてその間の家賃請求すらしてくるかもしれませんよ。 また裁判ということでなったら相手は請求額をもっともっと、えー、上乗せしてきて倍額ぐらいの請求をしてくる可能性もある相手ですよね。そのような見解でその相談は、えー、裁判はするべきではないその請求に応じることをあのおすすめしますというふうに30分間の相談で返されていきます。1時間だだったかももしれなな。いですね。もう,もうダメだな もう会社は閉めて、お金を用意しなければならないなっていうことを覚悟すると。まあ、すべてのものを失ってっていうことをいろいろこう考えながら帰ったのを覚えています。そんな時に家族から、えー、教会にいる若い弁護士に。なったばかりの方を紹介されます。まあ、僕の思いとしては。あの。都内の。 立派な弁護士事務所の先生に相談をしてきて、そのように言ってるんだから、まあ同じように言われるだろう。もしくはそれよりもそのその若い分、えー、もっと,、えー、とうまくできないんじゃないかなっていうふうに思ってはいたんですね。人間的な思いです。ところが私はその若い弁護士に。 えーえー、相談をしてみるワにも素顔思いで相談してみるわけですけれども、えー、まずですね弁あのオヤさんからは請求に応じるかどうかの返事を1週間以内にしてくれとこう迫っているときに、えー、もうその弁護士に相談に行きました。彼は調べたいことがあるから待ってほしいと返事をしてくれます。でもなかなか期限があのその日ってなってるときに。 私はなかなか返事がないので諦めようと思うっていうふうに電話で告げます。するとこの弁護士はですねこういうわけです。不当な請求に応じることは神の真理とは思えないって。だから待ってくれ調べたいことがあるんでっておっしゃるわけですね。この一言に僕は衝撃を受けました。裁判に有利か不利かを基準で見てるのではなくて。 神から見ての基準で物事を判断してるんだ。なんて立派な信仰。なんて霊的な力強さを持っているんだろうって感動したわけですね。この後、この弁護士が仕事を引き受けてくれて。一千七百万円の請求だったものが。ええ、十分の一の百七十万円の請求で収まる。そういった、ミラクルが起きていくわけです。ともかく、私はその時に感じたのは。経営者としての。 冷静に自分は問題があるというふうに感じるようになったわけです。その力強い若き弁護士に出会ったことによって、経営者としての自分の霊的な状態ってどうなんだろうっていうふうに客観視することになっていく結果になったんですね。私はその冷静を養うっていうことにすごく上書きを持つようになりました。自分もその信仰成長させたい。 え問題の解決方法が自分の力とか自分の知恵とか人の力とか周りにあるものだけに頼っていたその求めるようになっていく中で進学校とかもこう調べることにはなるんですけれどもやはり進学校に行くのは神様からの飯があって行くところで自分にはその飯は神様から今のところないだから自分は進学校に行くことが示されているのではないってこう思っている そその時期にそう感じながら、い調べていました。妻の母教会に、えー、町田クリスチャンセンターという教会があるんですけれどもそこで開かれた合同生会に、えー、私たた。ち家族は参加することに、えー、がありましたその中でキリストの栄光教会の上野牧師当時は上野伝道師でしたけれどもが、えー、韓国での進学校時代そして韓国での弟子訓練時代の証をしてくださる。 サラン教会での弟子訓練等を経て日本に戻ってこられた先生が証をされている証を聞く機会がありました。えー、韓国の教会と日本の教会の違うところを話されている中で「信徒一人一人の信仰が違った」「韓国の信徒は信仰が熱い」って上野先生が熱く語ってるわけなんですけれども、まあ、上野先生もだから熱いんですけどね。まあ、そういいった話を聞いて僕は 弟子訓練って何その訓練、自分も何か受けれないかなってそしてそのキリストの栄光教会で上野先生は弟子訓練を始めておられたので、その弟子訓練を調べ、伺い話を伺い、その弟子訓練の内容を聞きます。弟子訓練の内容はこのような内容でした。約10ヶ月間の間に聖書通読を勘読すること、そして毎,毎週、えー、暗唱聖句のテストがある。 そししててテキストの予習を必ずしてくること。毎週日曜日の説教の要約をレポートで提出することまた生活宿題、えー、学んだことを実践してくる適用の部分の宿題を実践しレポートでまとめて提出することまた一つの聖書箇所をその弟子訓練のメンバーで共有して共通のデボーションを一緒にしてきてそのデボーションで受けた恵みを分かち合うこと。 1> 1日日分間の祈りを毎日すること。そして、えー、キリストの栄光教会の中にあるエクレシアという地域集会に参加すること、えー、1週間に1回必ず参加することという内容でした。そして3回休んだら、えー、そのまま失格というような内容うん自分にはぴったりのものだなって思ってぜひ受けたいと思いその教会の門を叩いていったわけです。 弟子訓練の内容は本当に素晴らしいものでした。神の国をイメージする訓練でした。神の国のことをよく考えさせられる訓練になりました。聖霊の導きに従うこと、霊的センスを磨く。毎週毎週のこの訓練の時間が自分にとって自分自身が練り清められていくそのような経験になっていったんです。 訓練を通して私はいくつか変えられたことがあります神から離れた生活をしていた自分にともかく気づく経験悪から離れる程度のことでは不十分なんだなって思ったわけなんですねまた人生で最も大切なことは神と共に歩むこと時々は神と共に歩んで時々は自分でなんていうのではだめなんだなってまた このような基準でいいことをするのではなくて神の国の基準で良いことをする人からすごいねって言われる思われるようなことをしていても実際神様が喜んでおられなければ何の価値もない何の意味もないそのように自分の思いは変えられていきましたそして最後に母への思い親への思いが とに変えられていったわけですさっきもお話ししましたけれども、えー、それまでの私は口うるさい母がどうも苦手でしたあれをしなさいこれをしなさいああしてはいけませんこうしてはいけませんよってその縛りはいつも何か自分の自由を奪われていくようなものだと思って生きてきました反発もしました大人になってからもこんなことを干渉してくるんだとか言ってくるんだとか思うこともたくさんありました でも母の,その教育の本質は先ほど言った口癖「イエス様だったらどうすると思うの?」っていうものでした弟子訓練を通してこの母の教えほど完璧な教えはないなって母の教えそのものがもう弟子訓練そのものだったなって思うようになったんですそんな教育をし続けてくれた父や母 え母にと,ともかく感謝する気持ちが溢れてきた弟子訓練になりましたそしてその家庭に生まれ育ったことそこで育ててもらったことが自分にとっては誇らしく思えるようになってきたんですね、はい、私は今、えー、子供4人の父親でもあります自分の子育てにおいてもそのの 父と母がしてくれたことが参考になることがいくつもあります自分の子育てにもいろいろ応用できる点があるわけなんですね父と母は後の代につながること残ることをしてくれたと私は本当に感謝しています弟子訓練中に与えられた御言葉がありますそれはエレミヤ三十三章三節私を呼べ そうすれば私はあなたに答えあなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう私はこの御言葉をですね、しっかりと握って、えー、主に期待して歩むことを決意して事、えー、業に取り組もうと、えー、決めました 1> 第1部でのお話はここまでとなります。第2部ではここから、えー、主に信頼して歩み始めたお話をさせていただこうと思います。今日はありがとうございました。